とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しく入手した装備、使っていきたいと思います。この装備だね。これがね、今まで使ってた機械化装ブレードです。エンチャントが、クリティカル追い打ち輝き。で、黄金スキルが、痛みサイクルのレベル2です。痛みサイクルね、レベル3が欲しかったのよ。2と3では、倍率が変わってくるのよね。レベル2は4倍。レベル3は5倍。結構違うよね。ということで、入手しました。これ。パワーが1上がったね。250の機械化装ブレード。エンチャントが、雷、アーティファクトシナジー、輝き。で、痛みサイクルのレベル3です。まあ、クリティカルがね、この武器にはすごく合ってると思うんだけども、このアーティファクトシナジー、これにちょっと注目してほしいんだよね。アーティファクトを使用すると次の攻撃でボーナスダメージ、80% のダメージを与えるっていうやつなんだよね。で、次の攻撃って書いてあって、この機械化装ブレード、1回の攻撃で20回ぐらいヒットするのよ。なので、それがね、1回っていう風にカウントされるみたいで、このアーティファクトシナジーは、向いてる。すごく向いてるエンチャントになってます。まあ、どっちが強いのか、今日ははっきりさせたいと思いますよ。こっちか、こっちか。では、ここに行きますね。はい。行きましょう。それでは、もう急いでね、ボスまで行きましょう。ちなみにこのね、機械化装ブレード、使ったことある人はわかると思うんだけど、雑魚戦には全然向いてない。もう雑魚戦でこれを使うと、まあ痛い目見るよね。もしも雑魚戦で使うってなるならば、重力は絶対必要かな。そういう装備。この武器は、ボスとの1対1で戦う時の特化武器だと思ってください。もうそれぐらい特化されてるやつ。で、キノコを使うと、攻撃回数がね、極端に減るのよ。なので、キノコは外しときましょう。何がいいかな？何でもいいや。いや。こっちの方がいいかな。アミュレットにしとこう。まあ、別使いはしないんだけどね。これでいきます。キノコはね、外していきましょう。で、痛みサイクルが必要なので、サイクルチャージ4まで入れときます。で、これで攻撃をして、プラス25の最大のボスなんで、1ターンじゃ倒せないのよね。なので、一回攻撃を入れて、熱くて動かなくなるまでのダメージ、それで測りましょう。うん。そのね、一回熱くなるまでのダメージで、どっちの方がダメージが多いか、それでやってみます。どうなるだろうね。じゃ、行くよ！まあ、だいたい半分ぐらいなのかな。いけ、だいたい半分ぐらい、与えてるみたいだね。いけー、ちょっとダメだった。はいはいはい、まああれぐらいです。まあ、編集でね、なんとか見やすいようにやるんで。では次は、お待たせ、こっちです。250の機械化装ブレード、追加ダメージを与えるレベル3に、雷、アーティファクトシナジー、輝きです。行ってみましょう。それでは、来ましたね。こっちの方だね。ちゃんと装備してます。で、ドラと、アイアンハンドアミュレットです。で、このね、アーティファクトシナジーだけども、攻撃を入れてギュイーンって回ってる時に、
アーティファクトを使うと発動されるっぽいので、まあちょっと、若干難しい。難しくはないか。うん。まあとにかく、行ってみましょうか。どうなるか。行け。あー。え？あんま変わんない？あんまり変わらないか？どうなんだろう。ああ落ちちゃった落ちちゃった。あんまり変わらないかな。あぶねあぶね、死ぬ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 。あぶねあぶね。あれ当たってない。ああめちゃめちゃだ。よし、なんか痛みサイクルがうまいこと入らないな。よし、どんな感じだったろうか、ちょっと比べてみましょう。それでは結果発表、こんな感じになりました。痛みサイクルレベルはこっちの方がね高いんだけども、やっぱりね雷がちょっとイマイチなのかな。アーティファクトシナジーは強いのよ。強いんだけども、雷をクリティカルか追い打ちにする、クリティカルの方がいいのかな？にすると、全然上に行くと思うんだけどね。こっちの方が若干弱めという結果になりました。まあ、雷とクリティカルはパーセンテージでね、発動するやつなので、運が絡んでくると思うんだけども、まあ今日やった感じでは、こんな感じ。まあどっちともね、かなり強いやつなので、どっち使ってもいいんだろうけどね。でも、アーティファクトシナジーが若干使いにくいかなと思ったので、やっぱり元々のやつの方を使おう。あれのね、痛みサイクル3が来ればほんと最強だったんだろうけどね。はい。まあまあ、またね、古代狩りやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。